アスカ東淵宮殿跡は、奈良県高市郡飛鳥村、大和在根淵に所在するアスカ時代の宮殿跡である。本宮殿跡は、飛鳥川の上流、稲淵川左岸の平坦な水田地にある。本宮殿跡の旧名については、日本初期、高徳天皇の653年、中野大江の王子が、南馬宮から飛鳥宮に帰り、一時期過ごした、飛鳥川河辺安宮にあてる説があるが、 なお、今後の検討が必要とされている。国営安カ歴史公園岩井戸地区の駐車場建設予定地とされたことから、発掘調査が実施され、極めて計画性、規格性に富んだ整然とした建築意向であることが判明。この遺跡が7世紀後半に営まれた宮殿跡であるという推定のもとに、国の史跡として1979年3月20日に、 発掘部分のみが指定され、その周辺が1981年5月に追加指定された。発掘調査は1976年と1977年の両年に奈良国立文化財研究所によって行われ、遺跡は南北約170メートル、東西約60メートルの広さであることが判明した。主な遺構は東西棟2件南北棟2件の 計四軒の掘立柱建物と建物の間に敷き詰められた石敷である。東西棟は発掘地の中央に位置し、東西五軒以上、南北姉妹城という大規模な建物である。東に約4メートル離れて南北に2軒が並ぶ南北とを配している。これら建物は相互に柱筋を揃えるなどの規格性に優れ、建物を等間隔で配置するなど、 極めて計画的に建てられていることがわかる。これらの規格性、計画性を考慮に入れて、建物の規模や配置を復元すると、中央の建物は桁雪9軒、両行島の四面ひさしつけの建物になり、北にある、東西棟は桁雪14間両行島の南片ひさしつき建物になる。東の2軒の南北島は、両行島桁雪15軒の西片ひさしつけ建物に、 なる。この復元により、西側にも東側の2県と同様な南北東があったと推測でき、中央の四面ひ差し付け建物を正殿とし、その北の建物を後での東西の南北東を脇殿とすると、東西対象の整然とした建物配置が考えられる。建物の年代は出土時などから7世紀中頃に造営され、 同世期末に火災により消失したことがわかる。ありがとうございます。